寄り添うってどういうこと？精神科医カバサワシオのカバチャンネル、今日は質問いただきました。京 H さん、寄り添うを具体的にどうすればいいですか？先生はどうなさっていますか？寄り添うっていうのはね、すごくいい言葉です。私も好きな言葉です。精神科医が患者さんに対してできることは何かといった場合において、できる非常に効果的な方法は寄り添うということです。例えば自分のお子さんが病気になった時に、お母さんお父さんができることというのは寄り添うということです。ああどうしようどうしようっていうのが一番良くないです。ああどうしようどうしようって慌てふためくと、本人もそれが伝染して余計落ち着かなくなったり、興奮状態に陥ったりするということですね。寄り添うっていうのはだから、一つはこちら側が動じない気持ちでいないと寄り添えないね。ああどうしようどうしようどうしようって言ったら、相手も不安になってくるので、不安を伝染させちゃうので、こちらが落ち着いた状態で大丈夫だよっていうふうに言ってあげる、この余裕というか精神的な安定があって、初めて寄り添うっていうのがまず成立しますよね。寄り添うことしかできないんですよね、結果として。例えば精神科医っていうのがいて、患者さんがいたというところにおいて、例えばこうしてくださいね、薬飲んでくださいね、ちゃんと睡眠とってくださいね、運動してくださいねっていうことができますけども、最終的にやるかどうか患者さん次第なんで、全部で、ほとんどの患者さんは薬もあまり飲まなかったり、そういう生活習慣を整えるってこともあまりやらなくて、なかなか治らないってことになってくるんだけども、まあそこを本人の自己責任でやってもらうしかないので、治りたければきちんとやればいいし、やらなければ治らないっていうのは当然なんだけど、そこでこっちは別に怒ったり、なんでやんないんだって言ったってしょうがないから、寄り添いながら見守るという、やった方がいいよぐらいのね、あるいはきちんと睡眠取らないと何パーセントの人が再発するのでみたいなね、データをお伝えするとか、そういったことをしながら本人が動き出すっていうのを辛抱強く見守るというのが、まあ寄り添うってことだよね。患者さんの親とかが大体不安になったりして、あどうしようどうしよう、こっちの病院がいいのかしら、この病院に3ヶ月も通って治んないから、また別の病院に移らなきゃいけないのかしらみたいなことをやってるのが、一番病気を悪くするってことだね。逆に言うとね、寄り添ってないってことですね。じっくりと腰を据えて落ち着いた状態で寄り添わないと、本人を余計不安にする、余計治らなくする、本人はもうちょっと落ち着こうとしてるんで、ね、親の方が落ち着かなくするという形ですね。ということで、寄り添うためにはそう簡単ではございませんし、それなりの覚悟というものがね、必要になってきますので、言葉で言うのは簡単ですけど、具体的にどうすればいいですかっていう質問なんですけど、非常にこれは難しいですね。やりながらやれるようになっていくしかないので、こうこうした方がいいよって言って、はい寄り添いになりましたっていうことはありえない話なので、今言ったのが一つのポイントですね。まああんまり動じないで、あたふたしないで、時間をかけると落ち着いてきますので、あんま焦らないで見守る、一緒にいてあげるってことですね。そこが真の寄り添いって形になります。それが本人に安心感を与えて、結果として病気を治るというものを手助けしていくという形になりますので、寄り添うということを具体的にどういうふうにどうしたらいいのかっていうのは非常に難しいし、患者さんのそういう性格とか相手の状態とかによっても変わってきますけども、寄り添ってあげようというふうにね、思ってるだけで、それっていうのは、まあ、ノンバーバル、非言語的にもね、伝わってきますので、ぜひ寄り添うということを意識して支えてあげるといいのではないでしょうか。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。